はい、こんにちは、ピクチャレスクです。今日はですね、いつもとちょっと違った動画をまた作ってみました。ですね、私がですねバッグを作っている時に真珠を入れていて、よくなんか説明、バッグの出来上がりの説明の時に、これはハード薄塵が入っているだとか、薄芯を貼ったとか、ソフト厚塵が入れてあるだとかなんか言ってるんですけど、それはどんな形をしてどんな真珠なんだっていうところでですね、想像がちょっとできやすいように一度ちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いします。こちらにね、3つあるのはですね、私がよく1つのバッグを作るときにメインに使うものですね。だいたいこの3つをどこかしらに使っていくっていう感じなんですけれども、真ん中にあるビニール袋があるのが薄塵ですね。こちらが一番メインでよくなくなりますで、パーツもいろんなパーツに貼るんですね。で、このグレーのやつは取っ手とかそういうのに入れる、ふっくらした感じのね、厚めの芯です。ソフト厚塵っていうんですけど、まずちょっと薄塵の方からね、薄芯っていうか薄塵というか、これからちょっと見ていきたいと思いますね。袋をかぶせてあるのは汚れたりするといけないからっていうのもあるし、せっかく袋に入ってたから、もうこのままボロボロになるまで、なくなるまでできたら袋に入れて使おうじゃないかってことで、白い色なのでね、クリーム色っていうかベージュって言ってもいいかもしれませんね。この色ですね。このようになんか布でのテープみたいなやつが、なんかワンピースの紐だったりしたやつとかを取っておいて、いらなくなったりした、そういうのをね使ってますね。でも真ん中のよく100円均一とかに売ってるねじってあるロープ、あれがなんか一番、アクリルかナイロンか、アクリルですかね、ビニール紐か、あれが一番ね閉じやすいというか、しっかり固定されますけどね。それでこの薄塵っていうのはですね、全面パーツに貼ってますね。それで、ちょっと私のこだわりとしてですね、オリジンであるということなんですよね。薄芯は布で作っているバッグばかりなので、布にフィットするというか相性がいいっていうのがこのオリジンだと思うんですね。それで、洋服とかに使われるような、この洋服にもこれ使われるやつだと思うんですよ。そういうのをこの単語とですね、こうやって入手して買っていますね。なくなるのがねすごく早いです、全面に貼るので。で、これこういうのの作り、ちょっとね、耳って言うんですよ。これが顔だとしますよね。このなんか原端っていうか、このタンがね、で顔だとすると耳って顔の横についてますよね。それと同じ感覚です。これ耳って呼ぶんですね。この普通の生地も同じ作りなんですよ。そうすると、生地と同じ作りのものに、ただこの糊がついているっていうところが、この真珠のらしいところですね。耳は両脇についていてっていうことなんです。そうすると、オリジンというものはですね、向きがあるんです。縦向きって言うんですけど、こっちの耳が横になってる、立っている状態、人間が立っているのと一緒の状態、あれが縦向きなんですね。なので、切った表地が、縦向きに合わせて、この真珠も同じ向きにした方が馴染みやすいと考えて、そのような向きで裁断してますね。ここまでしっかりするとですね、やっぱり向きが違うことが多少の影響が出るかなと考えるし、なんか気持ち悪いっていうか、やっぱり揃っていた方がいいので揃えていますね。すごく薄いんですけどね、でも貼るとすごく効果が出る真珠なので、これは今まで使った中で結構トップですね。一番いいです。でもこれもいずれなくなるので、またなくなった時にこれ同じのが見つかるかというと、それがなかなかちょっと難しいですね。という感じ、だいたい幅が、真珠は90センチから112とか、そういう感じですかね。110とかそんな感じの幅で、生地よりも幅がちょっと狭めなんですけど、こういう感じです。縦と横が、だから生地みたいに横がちょっと弱いで、縦はしっかりしているみたいな作りってなってますね。この折り折ってありますからね、薄くてもちゃんとこんなような作りですね。で、この色は、
ほとんどの色に貼ってしまっているんですけれどもね、ちょっと昔の苦い経験でですね、黒い色に白を貼ると場合によっては黒い素材によってはですね、透けておかしなことになるんです。なんかカビかな、これこのムラが出るんですよね。カビかな、なんだろうと思ってたら、それが実は裏地の真珠が透けていたと、白い真珠が透けていたっていうことがあるわけですね。なので黒い色とか紺とかね、濃い色にはちょっと注意して、その場合には黒い真珠を貼るっていうことですよね。それを気をつけていかなければならないですね。はい、じゃあそんな感じでこのぐらいにして、真珠の薄芯の方をね、全面パーツに貼る薄芯、これは全面パーツに貼るんだから重要だっていうことですよね。一番基本的な芯だっていうことを言ってもいいと思います。はい、では次にこちらですね。こちらは主にハード、名前がハード厚人、間違えました、ソフト厚人って呼びますね。ハードじゃない、ソフトなんです。柔らかくてフェルトみたいな感じですね。別にバッグの真珠とかに使わなくても、インテリアで何かトレーの中に敷くやつでふんわりしてるから、そういうのになんかトレーの中のトレーみたいな、箱の中にちょっと敷くものとかにも利用したことがありますね。そんな感じのふんわりした感じがあって、でふんわりしているだけあってですね、やっぱりこれ使う目的の場所がですね、取っ手に使ってます。もうほんと取っ手だけなので、なかなか減らないんですよね。で、取っ手も幅が10センチで、これ不織布なので、こちらはですね、向きがねないんです。だから 縦向きですけど、取っ手はもう横向きで取っちゃって無駄がないようにしていくので、そうするとだいたい大まかに言うと、この幅の半分ずつでも取っ手の役割をもう担いますから、10センチぐらいずつしか、使ったとしても10センチ使うだけずつ減っていくだけなんですね。だからなかなか減らなくて、もう昔からこれ持っているんですけど、まだありますね。何十メートルかはあると思うんですけれども、そういう感じのグレーの色の不織布の素材ですね。こういうものは不織布の方がいい場合もあるんです。さっきのメインは生地にペタンって貼り付けるから、やっぱりオリジンが望ましいなっていうことを言ったんですけど、これなんかは挟み込むだけでですね、ふんわり感を出すっていう目的なので、確かに表にフィットするけども、その間に薄地がもう貼って挟んでありますから、そういう感じの目的となると、ふんわり感が出るっていうことで、より不織布の方がふんわりした感じとか、そういう触り心地の問題とかですね、ちょっと影響力のある感じの変化は見られるわけですね。で、これを取っ手になんかに入れて挟み込んで叩くとですね、ぷくっとなってですね、見栄えもすごくかっこよくなるし、ぺたんこよりもなんかぷくっとちょっと立体感が出るんですよね、持ち手に。で、それでそれを持った時の持ち心地もふんわりして、なんかぺたんこより全然ね、だいぶ違いますね。ということで、こちらはハードとソフト厚人を割りますね。で、次はですね、これハード薄人です。よく私が本体にハード薄人を入れていますなんてことをね、紹介の動画でも言ったことがあると思うんですけど、ハード薄人ってなんか相反する言葉みたい、ハードなのに薄いのかっていうことなんですけど、これのちょっとね、仲間でハード厚人っていうのがあるんですよ。ハードでありながらさらに厚みがあるっていうのもあるもんだから、それとの区別でハード薄人って呼んでるんですね。で、そのハード厚人に対してよりは軽くて薄いんですけれども、それでもこれを挟み込んで、糊で貼るんですけれどもね、薄人を貼った上に重ねてというか、一緒に使うんですけれども、さらにって感じで、これをプラスアルファで本体とかですね、ちょっと頑丈にしたい部分、メインのなんか支えになるような部分によく使っていますね。マッチとか底の部分とかですね、側面とかですね、そういうのに使う目的の真珠です。これもね、もともとものすごくメーター数あって、なんだろう、これもしバッグに使わなければ何に使うかっていうとですね、割れ物なんかお皿とかをちょっと引っ越しするからって運ぶときにそれを包んだりとか、
前私掃除機をですね、なんか直しに出したことがあって、そういう時になんかこれ使ったりしたこともあったんですけど、別にの用途でも全然使えるようなものをこの洋裁の方のものなので、もともとっていうことでマックのね真珠に使ったりしていますね。こっちの方が最近出番が多いんですよね。ハード厚人の方はちょっと重くなってしまうんですね。なんかこれとね一見変わらないようなんですけどね、こちらなんですよ、ハード厚人って。見てください、ちょっと1ミリぐらいありませんか、これね。この厚みがこれだけ増すと、もうバッグなんかに中に入れ込むとですね、結構なパーツの面積なので重さがねぐっと変わるんですね。なので効果もありながら軽くいこうとするとですね、やっぱりね現実的に左側のハード薄陣の方がなんかバランスがいいんですよ、やっぱり極その重くなりすぎずにって感じで。なのでハード薄陣をほとんど最近は使っていますけれども、このハード厚陣は昔よく使ってたのがですね、トートバッグの大きいやつとか作るときに頑丈に作りたい場合にいいかもしれません。たくさん入れるような旅行用のバッグとかにこれのハード厚陣を使うとなんか安心というかですね、雰囲気もあるし貫禄も出ますけれどもね。あとはそうですね、今私が使って作っているのの中でハード厚陣も使ってるとこがありました。バニティのね蓋の部分ですね。バニティの底の部分には、底板を入れるので、蓋の上の部分にはですねこれをやってなんか頑丈な感じ、蓋もバニティって頑丈な方がいいんですもんね。そうするとねこれを上のところに使ってますね。それが最近の唯一ですね。ちょっと比べてみましょうか。こうやって比べるとだいぶ違うの分かりますかね。なんか2倍とかじゃないような感じですよね。重さがねだいぶ本当に重くなるんで、これの、ね、違いって結構大きいと思うんですよ。で手をやってみるとハード薄陣は透けますよね。だけどハード厚陣はね透けないんですよ、手入れても。だからだいぶ厚みがこれで違うと思うし、ただね頑丈具合はねそんなにめちゃくちゃ差があるわけじゃないなと思ってます。同じようになんか折り目をねあんまりつけすぎるとねペタンって折れるし、アイロンに対してしなっとなりますね。アイロンかけるとしんなりと一旦しますから、熱を加えるとですね、溶けたりは絶対しませんから劣化はしないんです。劣化がしないから合皮とかよりは全然こういう真珠バッグの中に真珠をやっぱりこういうの不織布入れた方が合皮使うよりも全然いいですよね、といった感じですね。それでですね、薄地にちょっと一回戻るんですけど、この白でよあんまり良くないなと思うのが、黒いものの時に気をつけなければいけない話がさっきありましたよね。そういう場合にこっちの黒もね用意してます。で多少ちょっとこの白の全くの色違いの黒はなかったんですけど、ちょっと伸びるタイプのねニット薄地に近いものになってはいるんですけど、黒ともね使い分けたりしていますね。はい、今日はこれで私がお作りしているバッグなんかに使っている真珠どんなものを使っているんだろうというのを実際に見てもらいました。どうもありがとうございました。ご覧いただきどうもありがとうございました。どうぞチャンネル登録の方をよろしくお願いします。その他ブログもサイトの方で書いておりまして、下の URL をクリックしていただくとそちらのサイトに飛んで行ってもらいます。そしてブログを読んでいただいたり、商品という欄をクリックしていただくとクレジャガードとかですね、プリントの花柄とかバラ柄とかですね、そんな感じの美しいバッグをご覧になることができます。ぜひどうぞ。ありがとうございました。